アルケタールコメスタ、皆さんこんにちは、みこです。今日はですね、デーレ A2 のスピーキング試験、タレやドスの写真描写についてですね、ご紹介をしたいと思います。で、こちらの写真はですね、こちらセルバンテスのサイトからご紹介されております。いつもの模試のですね、部分からお借りをしてきました。リンクは概要欄に貼っておりますので、皆さん興味があればぜひぜひ見てみてください。で、こちらタレアにもですね、オプションウノとドスがあります。で、こちらの試験の中で、模試の中ではね、タレア2しか出てないんですけれども、本当はですね、2つから選んでいくことができます。で、オプションドスは、ウナフィエスタファミリアル。これ、大書いてますので、こちらもね、ぜひぜひチェックして、あ、ファミリアルなんだな、なんか家族のなんかのフィエスタなんだなっていうのを頭に入れていってください。で、その後でですね、デスクリプシオネスで、こちら、パウターと言いますが、指示項目があります。6項目ね、今回だとありまして、基本的に写真描写の指示項目というのは毎回同じなんですけれども、まあ一応読んでくださいね。基本的には同じです。やっぱどういう風な人たちですか、どんな性格ですか、どんな服着てますかとかね、彼らは何をしていますか、どういう風な関係性ですか、で、どういう風なことを感じてる、または考えてると思いますか、どうしてそう思いますか、で、その事前に何をやった、写真を撮る直前に何をやったでしょうか、で、この写真を撮った後何をすると思いますかっていう風な質問なんですね。基本的にはこれで毎回同じなんでね、練習していっていただいて、で、当日は一応ね、念のためチェックしてくださいね。で、じゃあこういう時にね、何から始めようとかって思われると思うんですけれども、結構シンプルで大丈夫です。エンラフォートアイトレスペルソーナスとか、ジョベオトレスペルソーナスとかっていう風な感じで、もうどん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 始めていっていただいて OK です。で、よくご質問あるのがですね、カップルだった場合、アイウナパレハです。パレハはそのカップルっていう意味なので、ウナパレハで OK です。そうですね。で、見た目のお話に入っていくわけですけれども、もう、ファミリアってなってるから、ラマドレとかでやっていってもいいわけですね。ラムヘールでももちろんいいですが、ラムヘール、ジェバ、レンです。とか、ラムヘール、ティネカベイジョ、コールト。とか、エスタソンリエンドとか、笑ってますとか、いろいろ言っていくわけなんですね。で、明らかに、この女性であれば、もうフェリースですよね。なので、エージャン、エスタ、モイフェリースとか言って大丈夫なんだけれども、私が楽しそうだと思いますっていうね、明らかに写真を見て、この人絶対楽しそうやなっていう時は、エスタールで OK ですけれども、私はそう思うなとか、そういう風に見えるなっていう場合であれば、パレセ、エージャン、パレセ、フェリースとかね。エルニーニョパレセカンサードとかね、私はそういう風に思うよっていうような言い方とか、まあクレオ系とかでも大丈夫です。クレオ系、エルニーニョエスターカンサードとかっていう風にここ分けていきます。明らかにそう見えるのか、それでも自分がそう思うのかっていうのをここ表現で分けていくとメリハリが出ます。で、じゃあどういう場所ですかっていうのもそうなんですけれども、街の中にいるのか家の中にいるのかとかっていうのを変えていきます。で、なおかつどういうものがあるのかっていう部分も皆さん忘れずにね、どうぞ言ってくださいね。アイパステールエンラメーサーとか、アイムチョスバーソースイプラトセンラメーサーとかね、アイレガロースとか、いろいろこうあるものをですね、順番に言っていっていただく。これやっぱ単語を見てますので、皆さん知ってる単語をですね、どんどん使っていってください。やっぱこの写真描写って何を見てるんだろうっていうのを試験をする先生の側で考えてみたときに、私は一つ大きいなと思うのは三人称で喋ることですね。やっぱタレや一は一人称でしょう。私は、私の友達はとかって話していくわけですけれども、タレや2の場合はですね、やっぱり3人称単数もしくは3人称複数を使っていかないといけないので、そっちの活用もね、ちゃんと覚えてるかっていうのをチェックなのと、やっぱりその表現の幅っていうのも知りたいんだろうなと思います。なので、こう単語をね、ちゃんと知ってるんだよっていうのをアピールするためにも、こうきちんと伝えていく。で、じゃあ、レガロがあるから、
この男の子の誕生日なのじゃないかしらみたいな話とかもこうしていくわけですね。なので、あの、勝手な妄想でいいんですけど、もちろん勝手な妄想でいいんですけれども、その妄想の理由がきちんとわかることですね。なのでプレゼントがあるからお誕生日なんじゃないかとか、ケーキがあるからお誕生日なんじゃないかとかっていうのをね、ポルケとかポレソとかを使いながら、あの、文章をね作っていっていただければと思います。でなおかつ、あの、明らかなツッコミどころっていうのが大体この写真には一つあります。この写真であれば男の子が紙袋かぶっているっていうの、これはツッコミどころですよね。これがやっぱりすごい、あの、気になるところ。あとはそのお母さんもめっちゃ笑顔だけど、なんかおじいちゃんちょっと反対向いてるみたいなのもちょっと突っ込みたくなりますよね。そういうところはですね、あの、ぜひちょっとなんか一言言っていただきたいなと思います。例えばなので、男の子ボルサかぶってるよとかって言ったらね、エルニーニョティエネウナボルサデパペルエンラカベサ、エンラカベサになりますが、とかね、ポルケエルエスタムイフェリスとかね、なんかこう、なんか言っていただけると、そこちゃんと突っ込んでくれてるんだなみたいな、なんかあまりね、突っ込んでほしいところを無視しないようにしていただけるといいかなと思います。で、ぜひね、ペリフラシスベルバーレスという駆動詞も皆さん使っていってください。不動詞って何かというと、そのフレーズになってるやつですね。動詞前置詞動詞とかの組み合わせですが、よく出てくるの、デレでよく出てくるのはエスタールマスヘルンディオです。これ結構あの現在進行形の文章として使われますが、エルエスタペンサンドとかね、エルエスタレジェンドウンリブロとかっていう風な感じで使っていただく、あのエスタールプラスヘルンディオですが、これも効果的に使っていってください。でね、最後は一番大切なのはですね、じゃあ写真撮る前に何してたのっていう時は、これ現在完了で使ってくださいね。あの、これ指示にもケアンエチョアンテスって書いてあります。なので、クレオケエジョスアンコミードとかね、クレオケエジョスアンアブラドムチョとか、エジョスアンバイラードとかっていう風に作っていけます。ここはあの点過去にする必要ないので、コミエロンじゃなくて、あの、パサードレシエンテ、最近の過去っていうのは現在完了でやっていきますので、ここ現在完了にしていただき、なおかつその後じゃあどうするんでしょうかってなれば、こちらもイールアーマスインフィニティボの方です。単純未来フトゥロシンプレじゃなくてね、バーアをエジョスバンアっていう方です。エジョスバンアデスカンサルとかね、エジョスバンアリンピアルとかね、いうような表現を使っていっていただいたら、ここの辺がね、網羅できていれば結構いい点数もらえると思いますので、まあやっぱポイントはですね、なので何を言わないといけないのかっていうのをきちんと理解した上で、あの、言うべきことを言っていく。で、それはもう、あの、パンパンパンとつなげていって喋っていっていただくだけで十分です。皆さんはどうですか？この写真見ながら一人で 2,3 分お話できる自信ありますか？どうでしょう？ぜひ測ってみてね、ちょ、いろいろ言ってみてください。意外と 2,3 分長いので、やっぱりね、きちんと練習して対策をしてっていうのをしていくことが大切です。で、ぜひ自分で録音していただいて聞いてみてください。で、あ、ここ整数一致できてないなとか、あ、ここ活用間違えてるなとかっていうのをね、ご自身でチェックできるとかなりいいと思いますので、ちょっと聞いてみてくださいね。それでは今日はこの辺で、Muchas gracias por ver mi video. Chao.